こんにちは、です。今日はですね、今、ゆうじくんがいないんですけど、ドッキリを仕掛けようと思って、勝負かけて、このロケットに今、補助剤をがっぷり入れております。で、補助剤塗ると打球音ってすごい高くなるじゃないですか。なので、補助剤を塗ったラケットで練習を始めたら、何秒で相手は補助剤を塗ってることに気づくのかっていうドッキリを仕掛けたいと思います。ゆうじくんのことだからバカだからね、僕は気づかないんじゃないかと思います。やっていこう。よし、しよう。こっちボラル。ボラル。打ち始めたら何秒で気づくかっていうのを今これ撮ってたんですよ。あ、もう撮ってた。はい、一瞬後ろでも気づいた。マジっすか。うん、じゃあ分かんないけど、打ち始めた瞬間やりだしたキュンって言ったもん。音すごかったよね。やばいね。後ろで気づくぐらい、びっくりした今。ということで、補助剤使って練習すると15秒ぐらいでバレます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。より強くなりたい選手向けの無料メールマガジンも始めたので、ぜひ説明欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。またねー。